こんにちは。どうも。どうぞ。はじめまして。はじめまして。飛鳥新役の鶴野武史です。アスミカナ大学の松本裕樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ステージ上で自己紹介ありがとうございます。嬉しいっすね、やっぱり。そうですよね。25年を超えて、ダイナとデッカ、なんか胸が熱くなりますよね。いや、本当、なんと言えない気持ちになりますね。そうですよね。いや、もう毎週見てるし、隣にいるなと思って。ありがとうございます。いや、あと、ディフラッシャーとリーフラッシャー。いやね、なんか見てください。ずいぶんでかくなったなですね。こんなにね、シンプルなものが今カードも入れてね。そうです、ディメンションカード入れて変身できる。そうだよ。 ありがとうございます。見せていただいて。ハイテクだね。これどこから出てきた？これですか？うん、これは願ったら出てきます。願ったら出てくるのか。すごい大変だよ、持ち運びが。だからそうですね。いや、すごい嬉しいです。でも本当に爽やかで。そうですよね、25年前の僕より爽やか。そうですか。ねえ、どうですか松本さんは。特にどうですか、印象、鶴野さんの。いや、鶴野さんはもう僕子供の頃からテレビで見てた方なんで。そういうことか。でも現役って、現役というかウルトラマンの一番世代はどこですか？世代はコスモスでした。だってダイナの時まで生まれてないんですもん。そうなんですね。そうなんですよ。だからさっきも実は太陽がいたんだよね。はい、そうなんですね。ちょっと違う撮影で太陽がいたんで、もう目がキラキラしてるんだよ。いやいやそんな。今もね、すごいキラキラされてますよね。鶴野さんに会えたかも。いやでもね、あの僕実は共通点がいっぱいあって、お、あのジュノンボーイなんですよね。あ、僕ジュノンボーイです。あ、グランプリね。僕 ね実はね、第8回ぐらいのジュノンボーイ出てて、で、紙面まで出たんですよ。おお、そうなんですか。そっか、グランプリの方見るとすごいって思っちゃって。そう、落ちてるんで。いや、これは 初耳。そうなんですよ。そうなんですね。はい、なんかダイナとデッカーのつながりが、そんなところにも感じられる。だから全然違うところからウルトラマンだったんですよ、僕ら。遠回りして。第2話まで放送されてますが、はい、ファンの皆さんや周りの方々からの反響とかいかがですか？もうあの1話目から放送開始する前からもうトレンドが入ってたり、トレンド1位になってましたよね。いや、もうすごいっすね、ウルトラマンの。いや、めちゃくちゃ面白いもん。てか、いや、もう興奮して見てますよ。あの隊員同士のドラマもすごくよくできてますね。あの葛藤もいろいろあると思うけど、大丈夫、そのまま行けば。いやもう本当に友達とか家族からもすっごいメールとか LINE が来ていて、もう僕の同い年ですごいダイナを好きな、あの幼馴染というかすっげえ仲いいやつがいるんですけど、あ、嬉しい。その人がもう俺はもう嬉しいんだってすごい熱く語ってくれて、ダイナをずっと見てて、そしてその25周年の記念で次デッカーお前がやるっていうのは本当に最高だ俺はって。ああ、そう。もう俺も嬉しいです。いや、嬉しいよ、これで出演されるね。本当に、まあ、今までいろんなウルトラマンの後輩のね、子たちも目の前をこういっぱいこう通っていくけど、やっぱりちょっとなんか特別な感じがしますね、やっぱデッカーは。そうですね、なんか好演がありますもんね。あのスフィアだったりとかね。はい、そうなんですよ。はい、だからあの後スフィアね、頼むよ。任せてください。なんとか前座はやっといたからですそんな全然って手強いですけどね。手強いから、あいつは。あいつは手強いから。まだいたんすですね。まだいるから頼むわ。はい、熱い思いが受け継がれているということで。そして鶴野さんはダイナ放送当時から現在に至るまで印象に残っているファンの方のお声や周りの反響なんかあったりしますか？いやいやいや、もうそれは数えきれないことありますけど、まあやっぱり当時はね、やっぱりなんだかんだ僕も小さい時ウルトラマン見て育って、七夕の短冊にね、ウルトラマンの将来になりたいって幼稚園の時に書いたものが本当になって、で実際こうやって変身道具持って今立ってるわけですけど、まあやっぱりでも想像するに、もう地球の裏側まで届くとはやっぱりあんまり温度感的には思ってないんですよ。そうですよね、日本の方のみならず、これがやっぱり地球全体、本当にいろんな国の皆さんからメッセージいただけるので、本当に海外行った時にダイナって声かけられますからね。マジです。本当にマジで。これもマジなんで、楽しみだな。そう、だからそれをなんかこう胸に、なんか望んでほしいなっていう感じは
まあ、ちょっと先輩ですけど、なんか思うかな。なんか本当に素晴らしいことなんで、やっぱり世界のヒーローなんで、はい、はい、ぜひそこは胸になんかこう留めておいてほしいなと思いますけどね、はい、まあ、偉そうで申し訳ないけど、いい、もう熱いお言葉ありがとうございます。本当に世界中から愛されるウルトラヒーロー、私たちもね、これからずっとずっと応援していけたらと思います。そして本日先輩後輩ヒーローが揃ったということで、はい、特別にお二人の変身シーンを見せていただいても、いやちょっと待って、これどうします、変身できなかったらどうしようか、大丈夫かな光全部持ってかれちゃってるね、大丈夫かね、ちょっとだけ、ありがとうございます。あ、ウルトラチャージをどうでしょう、ウルトラチャージいただきます、ありがとうございます、皆さんからウルトラチャージいただきました、はい、さあそれでは皆さん、この超スペシャルな瞬間しっかり目に焼き付けてくださいね。それではお二人お願いします。輝けフラッシュダイナーデカまもなく最後です。最後、ゼロ。